こんばんは。ユーロトラックシミュレーターの現状報告を、進行報告をねしようかなと思っております。こんにちは。走破率に取り憑かれた男でございますけども、今走破率 65% まで来ました。1週間ぐらいで 20% ぐらいですかね。多分前回が 45% くらいだったんで、上げまして、まあ各国の、走破率こんな感じ。イギリス 88%、 イタリア 72% などありましてね、あるんですけど、まあこの2つだけでもさ、ちょっと覚えてほしいんですけど、まあまあイギリス、この赤いところ、まあ80何パーだなって感じするじゃないですか。まあここの大きい幹線道路とかまだ残ってるんですけど、まあ 80% ぐらいいってんなと思うんだけど、イタリアがさ、なんかイタリアもなんか 80% ぐらい行ってもいいんじゃないかなって思うんだけど、まあさっきも見た通り 72% なんだよ。で、なんでかっていうとね、こういうところの残しはあるんですよね。こういう市街地の残しはあるのと、あとこの両方向走らないといけないっていう、こういう小さい残しがね、多分意外と積み重なってるんですよね。ここなんか分かりやすいですよね。市街地が広がってるんで、意外と走破率が、いけてないと。で、あとはパッと見だとフランスなんかは全然走ってないじゃない。で、フランスが確か52% なんですよ。でもフランスはさ、ちょっともう分かりやすいじゃん。このパッと見走ってないこういう道を、まあ一個一個埋めていけばなんとかなるかなと。今ちょっとね、カレーに向かってかなり走破率を意識したルート組んでるんですけど、まあその他足りてないというのは、まあここだね、ポーランド、まあこれロシアでしょ。で、エストニア、ラトビア、リトアニア、リトアニアとか、エストニアあたりはもうちょっとね頑張ろうかなというところで、今そういう進捗ですというところですね。まあ今日はまあちょっとぐらい、走りますけども、あんまり長くやってもしょうがないかなと思っております。それでね、ガレージも、50個ぐらい、48個ぐらい、買いまして、ドライバーも100人ぐらいね、雇用したんで、まあかなり、どうだろう、賑やかになってきてますよね。これちょっと色付けたマップのモッドを入れてるんで、なんかね、見やすくはないですけども、なんか今後ねすれ違うこととかあったらいいなって思うんだけど、なかなかすれ違ってはないですけどね。はい、といったところで今日はちょっとくらい、走ってね、まあ20分ぐらいで終わろうかなと思っております。まあ来年に向けてゲーム実況動画どんなに長くても20分とか30分ぐらいで終えようかなと思うようになったんで、開始します。まあその一環ですね。いやー、今ね、ユーロトラック1週間ぐらい結構やってて、あ、そうだね。どれくらい走ったかっていうキャリアですか。キャリアはね、まあ、到達した都市が282で、到達した国26で、これなんかコンプされてないんだけど、多分 DLC の関係でずれてるんだと思うんですよね。で、ロケーションは全部114、110と取って。で、訪問者ビューやフォトトロフィーも、これも一応今の状況で行けるところは全部行ってるんですよ。それで走行距離が12万キロで、実際122時間プレイしています。ね、いろいろ、効率化も考えたのね。例えば乗用車モッドとか入れて走った方がうまくいくんじゃないかなとか思ってやったんだけど、乗用車モッドはなんかね、入れてみたんだけどね、燃費がすごい悪くて、そのくせ、燃料タンクが40リッターぐらいしか入らないから、
すぐガス欠を起こして全然使えなかったんで、また普通のトラックに戻して、トラックでフリー走行してみたんだけど、フリー走行すると走りが安定しないんで、なんかなるべく軽めの積み荷の仕事を受け負って、遅配してもいいから、ちょっと例えば今日はカレーに向かうんですよ。本当はパリスタートだったんで、こっからだと直だったんだけど、遅配してもいいから、カレーに向かいながら、目的地に向かいながら、近場を遠回りして、こういうね、こういうところを全部埋めていこうという段取りを組んでね、そういう進め方をしております。それで普段はネットフリックスとかラジオとか聞きながら、プレイしている感じで、おかげさまでね、この1週間で映画やアニメかなり見て、結構喋れますよ。今日の朝はね、ラーゲリより愛を込めて見終わったし、まあその前は薬屋の独り言も、配信されてるもの10話ぐらいまで全部見たし、フリーレンも14話か15話ぐらいまで見たし、ワンピースは1086話、1087話全部見終わったし、まあ、随分進みました。ユーロトラックやりながら、120時間進めて、まあ、40時間ぐらいまではゲーム実況とかでやってたと思うけど、まあ、残りの80時間はですね、映像を見ながら、聞きながら、運転を教えたこともあってね、まあ、かなりアニメとかは見ましたですね。で、今はね、アニメ、ゴールデンカムイを、つけながらとかね、プレイしてるんですけども。まあ、これもね、ユーロトラックが、まあ、言っても今 65% なんで、あと 15% で終わっちゃうから、今月中には終わると思うんですけど、なんかまあ、そうなっちゃったら、どうしようかなと斜め右方向です、いうふうに思ってますね。その先右方向出口です。なんかね、アニメだけ見るとかさ、右方向出口です、ゲームだけするっていうのはさ、なかなかなんだろうな、自分は慣れてないので、結構マルチタスクで見てる方が楽しいというかね、収まりがいいんですよね、ストレスがないんですよね。だからユーロトラックプレイしなくなったらさ、アニメとか映画とか見なくなるのか、もしくは何かゲームしながら見るのかわかんないですけど、ちょっと時間の潰し方としては考えないといけないかなっていうふうにも思ってます。あとはね、そのもうアニメとか、特にワンピースなんか4ヶ月ぐらいかけて1000話近く見ましたから、もう娯楽から離れて、ちょっと現実的な行動を増やそうかなという気にもなってるんだけど、いまいちこう、気持ちにはなってるんだけど、行動には移せてないですね。なんかわかりやすく、まあ持ってても損がしない資格取っておくかとか、勉強しようかとかね。買ったんだけど読んでない本読もうかぐらいは思ってますけどね。斜め右方向です。本ってね、なんか自分昔読んでたんですけど、読書とか結構やってたんですけど、結構ね、時間経たないですよね。本って30分とか1時間ぐらい読むと、まあ結構読んだなって思うんだけど、時間全然経ってないからどうしようかなみたいな、集中力消えちゃったな、何しようかなとかって思ってね、麻雀ゲームとかやり始めると、麻雀ゲームは1曲30分ぐらい経っちゃうから、あっという間に、何なんだろうねこの時間の経ち方は、なんて思ったりしますよ。ゲームもね、時間経つの早いですね。だからストレスないんでしょうね、ゲームとかね。だからゲームしながらアニメ見るっていうのは、あっという間に見終わりますね。内容を全て覚えてるかって言われると覚えてないと思うんだけど、見てないのに比べれば雰囲気とか、まあ主要のキャラクターの性格とかは、わかるので。あ、ガンダムね、ガンダムの鉄血のオルフェンスが配信始まったんで、まあ見ておこうかなって感じはしますよね。
いや本当アニメとか映画に関してはワンピースを見たおかげで本当に、まあ、十何話ぐらいだったら何とも思わないし50話ぐらいでもまあまあなんとかなるなぐらいの気持ちになったんで、まあ、これはいいですよね。ああそうだね、うん、ワンピース見終わったら聖書読むって言ってたんだよな。大変だよねそれね。本読みながらながらでなんかできることってないのかな。クラシック聞くとかぐらいしかないのかな。本読みながらクラシック聞いたらクラシックの曲を覚えられるのかな自然と。いやなんかバッヘルベルのカノンとかはわかるけど結構わかんない曲っていっぱいあるし、あれこれどっちだっけみたいな曲もいっぱいあるじゃないですか。特に運動会で流れる音楽とかはね、ああいうの分かると斜め左方向です。なんかいいことあんのかなって言われると謎なんだけど、分からないよりマシかなって感じだよね。まあそういう、サブカル生活は送ってます。斜め左方向です。ただね、寒くなってきてね、というか、うん、雪もまた降り始めてちょっと喉とね頭が痛いかなという状況ですね、私は今。ああ、それで、うだおというラジオをやってて、ラジオの中でも喋ってるんですけど、来年はですね、ゲーム実況するにしても、長くてもまあ20分、30分ぐらいかななんて思ってるんで、まあ、そういった感じかなと、本当思ってますね。20分、30分ぐらい。いやに編集するかユーロトラックみたいに現状報告とかしてちょっと走って終わりにするとかさ、そういう進め方で行こうかなと思っております。まあ、というのもねやっぱりね VTuber の方と VTuber を目指す人たちの話を動画で見たときに斜め右方向です、その先右方向出口です。なんかね、そこまでの熱量がないんだな自分はって思ったら、ああ事故です。やっぱ熱量って結構大事じゃないですか。自分そんなに熱量がなかったんで、あれこれどっちに行くことになったの、なんでこんなルートになったの。ああなるほどね、ここをね回収するのか。はあこれね、これそうだね、反対回りで来ると綺麗に取れるんだけど、とりあえずここだけ回収しようみたいな話になったんだろうね、あのルート設定の時にね。あとあれだね、ユーロトラック見てて思うんだけど、フランスってさすごい原発の国だね。原発の施設に行くみたいな、というか原発を抱えてる街がね明らかに多いね、フランスは。なんかそういうのは思いましたですね。あ、日本もね原発動かせばいいと思うんだけどな、やっぱり福島の県があるからなかなかそういう風にはいかないですかね。今は関西電力だけですかね動いてるのね。だから関西電力は、料金が安いんでしたっけ。2000円ぐらい安いのかな月間。まあまあ大きいよね。斜め右方向です、その先直進方向です。でもねやっぱりなんか思うんだけど、自分が最近思ってるのはなんかみんな政治に文句言ってるんだけど、直進方向です。なんか日本って思ったより政治に権力がないんじゃないかなって思ってて、なんだろうねって思ってますよ正直。やっぱり国民主権なのかなみたいな。政治って要請とかはできるし予算も持ってんだけど強制力を持ってないんだなって思うとね、なんか世論の考え方が変わらないと斜め右方向です、その先何か動くとかって難しいのかなって思ってますね最近。右方向出口です。よし、まもなくロータリーです。4番目の出口です。ユーロトラックをねこんなに早く
法則でやろうと思ってる人も珍しいのかなって思ってますけど、自分でね。出口です。これゆっくりやるゲームだからさ、走破率がとかって言ってやってるのもどうかなって自分でも思う時はあるんだけど、でもゲームのルール内だったら何で遊んだっていいからね、勝手だからね。斜め右方向です。その先、右方向出口です。なんか世の中の常識と言われるものに縛られるのもいいんだけど、まあこれ誰の迷惑にもなってない逸脱した行為なんで、まあそれはいいのかなって思ってますけどね。なかなかどうしてというところもありますけどね。さあ残り3分ぐらいしかないですよ。まあ、こんな感じでね、いつも、回ってたりしてます。結構あっという間だね、20分ぐらいだったらね。待って、もう次どこを攻めようかね。今もう橋立てもう終わっちゃうからさ。あ、これね、移動を見やすくするモッドを入れたんですよ。Steam のコミュニティにあるんですけど。こう見るとね、やっぱり、トルコとかも結構行ってる、走ってるようなイメージあるんだけど、なんかトルコも確かね、71% なんだよね。なんかパッと見トルコ 80% ぐらい行っててもいいと思うんだけど、あ、ごめんごめん。これやっぱりこういう真ん中のところとか、こういうところの取り残しなんだよね。だからパーセンテージにおける、まあ本当はね、全部の国で 80% 以上にしていくっていうのが分かりやすいと思うんだけど、ひとまずフランスと、この辺ですよね、バルト三国きれいにして、みたいな感じだね。ドイツもやっぱり目立ちますもんね、灰色のところね。イタリアは結構やってるんだけど、こういうところよ。マジ。マジ、こういうところがね、響くわけ。あれに。走破率に。ただ、ここはなんか、ジャンクションが複雑なんで、どうですかね。なんか、ぐるぐる回ってれば回収できそうですけどね。で、こういうジャンクションとかもすごい困るんだけど、国によってはね、ああいうジャンクション一気にまとめて OK なところもあるんですよ。ああ、こういう峠もね、走ってると楽しいんですけどね。フランスでしょうね。フランスとか、そういったわかりやすい廃炉を攻め落としてね、まあ次回 70% 以上でね、お会いしたいですよね。皆さんに。現状をね、報告したいなとは思いますね。はい、といったところで、ゲームしてたらあっという間に20分近くになったので、今日はこの辺りで終わります。なんか短いような感じもしますけどね、これくらいでいいんじゃないですかねって思ってるんですよ、正直。という、まあ今後ね、こういう風にね、なんか中途半端ですけど、今ここにいますみたいな話をするというような撮り方をね、しばらくやっていこうかなと思います。といったところで今日はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。